はい、こちらのマシンはラットプルダウンとローローができる背中のマシンになります。今回はラットプルダウンの使い方について説明したいと思います。まずこのシートを前に出してもらって、このパッドを太ももが固定できる位置まで上げます。そして上のバーを握って引いて足をしっかりと固定させます。これがスタートのポジションです。ここからバーを胸の上の方に引いていきます。ゆっくりと戻していき、素早く引いて背中をしっかりと収縮させます。ゆっくり引いて素早く引く。そうすると背中に刺激が入っていい感じになるのでやってみてください。